だこれは似合わないってずっと思い込んでたものが、今日一日で、そんな世界もたまにはあっていいのかなと思える時間をもらえたので、多分それは自分一人じゃ絶対破らなかった壁だったので、出会いというかご縁を感謝、はい、楽しかったので、ありがとうございました。